中国の経済成長と先進的な軍事技術の開発に伴い、東アジアの軍事バランスは大きく変化している。日本は周辺国と広大な海で接しており、距離はあるものの、航空機を使うとすぐの距離である。周辺にはロシア、中国という軍事大国がある。それぞれ最先端の開発技術を持ち、4世代戦闘機を多く配備している上、5世代戦闘機も配備され始めている。日本でも5世代の F-35 戦闘機を配備し始めているものの、数で押される上、中国の J-20 やロシアのスホーイ57は、大型のレーダーを搭載した制空戦闘機であり、質でも劣る可能性がある。第5世代機の F-20 には、旧世代機に対して108対0の撃墜率で勝利しており、新世代機が圧倒的に優位とされている。現在、日本に配備されている戦闘機は、第4世代の F-15、第 4.5 世代の F-2、第5世代の F-35 である。日本では、異なる戦闘システムを備えた戦闘機を複数用意することで、様々な状況への対応や機体トラブルの同時発生の抑制などに備えている。今後は、5世代戦闘機の F-35 を147機、F-15 の能力向上型を100機程度を配備する。ほか、F-2 戦闘機の後継として、新たに国産で次世代戦闘機を開発する。それが今回、開設する、次期戦闘機 F-3 である。この次期戦闘機の導入によって達成する目標は、航空優勢の確保である。航空優勢とは、武力攻撃が発生した場合に、味方の航空機が大規模な妨害を受ける、ことなく諸作戦を遂行できる状態のこと。これを確保できていれば、自衛隊が効果的に作戦を遂行できるが、これを失うと、作戦遂行が困難になる。これを確保するには、戦闘機が周辺空域に迅速に展開し、より遠方で敵による航空攻撃に対処できる体制を整えることが極めて重要とされている。また、これを国の防衛に不可欠な公共財と捉えることもできる。他国に依存するべきではなく、自ら選んで決定できるよう戦闘機の製造基盤を国内に確保することも重要である。その実現のため、次期戦闘機に求められる能力は、1、量に勝る敵に対する高度ネットワーク戦闘、2、優れたステルス性、3、高度なセンシング技術である。従来の射撃では、目標追尾し、発射後、回避をすると、レーダーで追尾ができず、正確な誘導ができなかった。一方、クラウドシューティングでは、編隊で追尾、射撃を分担するので、同じように発射後に回避をしても、両機と目標を共有でき、両機が発射後のミサイルを誘導することができる。これが、高度ネットワーク戦闘の利点である。無人機やアメリカ軍と連携したネットワーク戦闘も可能となる。また、従来型の機体とレーダーでは、敵ステルス機に先に探知されやすいが、自らの機体をステルスとし、また、敵ステルス機を早期探知できる、ハイパワーレーダーや赤外線センサーを装備することで、有利な戦闘に持ち込める。以上のような戦い方は既存の戦闘機では実現できていない。他国の政治判断に縛られることなく、将来の航空優勢を確保し続けるためには、能力向上改修が自由に加えられ、高い稼働率と即応性を確保できる、国内基盤を有する次期戦闘機を、日本主導で開発することが必要とされている。次期戦闘機の開発体制は2020年に発表された。三菱重工がプライム企業となり、エンジンやアビオニクスの担当企業を下請けとする体制で開発が進められる。また、アメリカのロッキードとノースロップの両企業による技術支援が決まっている。支援分野は1、ミッションシステムインテグレーション、2、運動性能とステルス性の両立、3、コンピュータシミュレーションによる設計作業の3分野である。また、イギリス企業による部品開発の協力が加わるかもしれない。2020年時点での開発スケジュール案を示す。2020から27年度にかけて、構想設計、基本設計、詳細設計が行われる。2024から32年度に試作機の製造。2027から34年度に地上試験。2028から34年度に飛行試験。2031から35年度に量産初号機の納入。このようなスケジュールが案として考えられている。以上、これまでに明らかとなっている次期戦闘機の概要についてまとめて解説をしてみました。いかがだったでしょう？5世代機の特徴であるステルス性のある機体に敵ステルス機をも早期発見する強力なレーダーや赤外線センサーを備え、高度なネットワークで味方と連携した戦闘を行うというのが日本が考えた次期戦闘機の特徴。将来の回収時には弾数に縛られず敵を逃がさないレーザーによる攻撃やステルス機を探知、攻撃する無人機との連携なども構想としては考えられている。次期戦闘機の実現に向けて必要な要素技術については約2000億円以上をかけてすでに開発が進められている。最後にその開発内容の一部を紹介する。1、戦闘機用エンジン XF9。既存のエンジンから3割のスリム化をしつつ世界レベルの大出力を達成。
アフターバーナーありで15トン、なしで11トンを実現。また、アビオニクスの発展に伴う、電力消費を賄うため、180kW 級の電力を発生。燃焼器出口温度が、摂氏1800度級で、世界トップレベルの性能を達成。すでに航空性能試験までは終えている。2、水力変更ノズル。XF9 エンジン搭載用に、水力変更ノズルを作成。全周20度まで変更できることを確認。今後、実証実験の予定。3、先進位統合センサ。ステルス機を探知できるように、窒化ガリウム素子を使った高出力アンテナを使用して、性能を向上させたもの。また、赤外線や ESM 探知データとの協調や、高周波センサとのセンサ統合による、性能向上を図った。4、戦闘機用統合火器管制技術。射撃機械の増大及び、射撃効率の向上を図るため、複数の戦闘機のセンサ及び兵器を、統合的に管制する研究がされている。5、ウェポンリリースステルス化の研究。ミサイルをウェポンベイに入れ、必要時にミサイルを安全に発射できるように研究が行われた。実物大のウェポン内装システムが作成され、地上試験で目標性能の達成を確認。6、機体構造軽量化技術の研究。F2 戦闘機では、桁と下面外板を一体成形していたが、さらに進化させ、上面外板も接着成形をして軽量化した。また、エンジン周辺部に熱を遮蔽する構造、ヒートシールドを適用した。その結果、軽量素材の適用箇所が増え、さらに軽量化できた。7、将来戦闘機機体構想。少し前の研究発表である。次期戦闘機の初歩的な概念設計を行い、3次元のデジタルモックアップを作成。シミュレーションによる空対空戦闘を実施。レーダの腹域及び指令送信腹域が広いほど、攻撃、防御能力が向上するという結果になった。次期戦闘機のコンセプトである、量に勝る敵に対する高度ネットワーク戦闘は、この結果を反映している。また、CAP、空中警戒帯域が遠い場合、航続性能が優れた方が、空域内での自軍の存在機数が増えて、戦闘に有利となる。以上、次期戦闘機に関する研究の一部を紹介してみました。他にも研究が多数あるので、もし興味があれば、一度ご覧になってはいかがでしょうか。最後までご覧いただき、ありがとうございます。もしよかったら、いいね、と、チャンネル登録をお願いします。